プッチーニ音楽祭は、イタリアのビアレッジョ郊外にあるトンレデルラーゴで、毎年7月から8月にかけて開催されるオペラ、音楽祭。トレデルラーゴは、ジャコモプッチーニが生前に今日構えていた街。プッチーニ死後の1930年、台本作家のジョバッキーヌ・フォルツァーノと作曲家のピエトル・マスカーニにより、トレデルラーゴで、ラボエームが上演された。翌年も、ラボエームと、 蝶々夫人が上演されたが、その後長らく中断されたが、1949年に西部の娘で再開された。その後1966年にマリーナに野外劇場が建設され、毎年開催されるようになった。ビアレッジョ氏は2006年に2万5000平方メートルの土地に3200席の新しい野外劇場を建設し、同時に リハーサルやワークショップのための600席のスタジオシアターも建設された。現在では、毎年4つのオペラが4から5公演行われ、約4万人の観客を動員する。これまで出演した歌手に、ベニャミーノ・ジーリ、フランコ・コレッディ、プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、ルチアーノ・パバロッティ、レナータ・スコット、カーティア・リッチャレッディ、フィオレンザ・コッソットラがいる。 またティートゴッピの演出家デビューは音楽祭のトスカでテノール歌手のマリオデルモナコの引退公演は音楽祭の街頭であった。ありがとうございます。